はい、こんにちは、しやすかです。心の理解をみんなの幸せということで、心理学講座の第69回になります。はい、前回のまとめです。人工知能とは、できる限り効率的に知的な課題の遂行を目指すコンピューターシステムということですね。代表的なのではチェス、将棋、碁を指せるコンピューターシステムなどが有名と。人工知能は効率、速度、正確さなど論理的な情報処理に対して極めて優れたシステムと。一方、自覚、自由意志、良心、想像力などは人間だけが持ちうる特性というお話をしました。はい、ご視聴感謝してます。今回第69回のテーマは視覚認知です。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今回は視覚認知、パターン認知、ボトムアップ処理、トップダウン処理といったところを見ていきたいと思います。はい、まず視覚認知ですね。外界の情報を視覚的に捉える一連の仕組みということで、私たちはカメラのように実は正確にいついかなる時も同じように見えているわけではないということですね。見え方っていうのは常に変わるということです。例えば時間帯、朝、昼、夕方、夜ですね。当然同じ空というものを対象として見ていても見え方が変わると。で、天候ですよね。同じ場所を見ていてもやっぱり天候によって見えるものが違うと。そして対象物への角度ですよね。例えば子どもたちの低い角度から見る、もしくは大人が上から見下ろすですね。もしくは右から左を見る、左から右を見る、ね、同じものを見ていても角度によって見え方っていうのは全然変わるということです。で、外界の情報と人間の認識が一致しないこともたびたびありますということですね。これを錯視というふうに言ったりするわけです、ね、カメラであれば基本的にその何か設定をしてね、今のカメラっていうのは非常にこう優秀なので、ね、わざと人間に近い形でですね、対象物をはっきり撮って後ろの周辺をわざとぼかして撮るとかですね、そういったことも設定によってはできますけど、基本的にはそのね、ただカメラを構えてボタンを押すだけだったら常にこうその瞬間は正確に全部を捉えますよね。でも人間の視覚っていうのは実はそういう仕組みにはなってない。もちろんカメラに似てる部分っていうのもあるわけですけど、でもカメラと違って実際は錯視ということで本当と見え方が違うということもよくあるということですね。で、パターン認知というのは工事の認知ですね。人間が行う工事の認知がパターン認知になりますけど、対象を背景から分離し、一つのまとまりとして切り出すということですね。例えば人間がそのさっきカメラの話をしたんですけど、カメラで例えばね、一番撮りたい中心の人物をはっきりして、そして後ろの周辺はわざとぼかすという設定ができるっていうのを、お話ししましたけれども、人間は基本的にはいつもそれをね、無意識にやり続けてるんですね。自分が見たいものだけをはっきりと切り取って、それ以外はぼかしている、もしくはもう見えてない、もしくは意識に上がってこないという見方をしているわけです。で、工事の視覚認知であり、錯視を生み出す要因でもあるということですね。何をひとまとまりとして切り出すかっていうのは人によって違うわけですよね。それこそ過去の得てきた知識とか経験によって、ね、ある同じ場所にいるんだけれども何を一つのまとまりとして背景から切り出すかっていうのが変わってくるわけです。だから人によって同じ場所にいるんだけど見えてるものが違うということですね。で、それがこう錯視ということでね、実際はないのに記憶とかでこう埋めて見てる気がするといったことも起きているということです。で、背景と対象を同時に知覚できないということですね。背景は背景、対象は対象であって、対象に焦点を当てている時っていうのは背景がボケているか、もしくはもう見えないということが起きているということですね。逆の言い方をしたら、対象にそれだけ集中して物を見ようとしているということです。それから物理的に実際にはないものを推測で見るということで、過去の記憶とか知識、経験に基づいて、ここにはこういうものが当然あるはずだというものの見方で物を見ようとするわけですね。例えばその一直線でのなんか物体があれば、途中が本当は切れてる、正確に見れば途中が切れてるにもかかわらず全部一つながりでつながっているように見えたりするというようなのは人間のパターン認知の一つですね。これはカメラでは起きないことです。それから主観的に切り出す、何を切り出すかっていうのはもう人それぞれなわけですよね。だからその
人によって物が見え方っていうのが変わっているということです。はい、そして情報処理の仕方でボトムアップ処理とトップダウン処理という2つがありますけれども、ボトムアップ処理っていうのは知識や経験に依存せずに見る情報処理ということですね。まあ、人間はもう基本的にはですね、100% 純粋なボトムアップ処理っていうのはまあできないわけですよね。そのカメラのように 100% 純粋なボトムアップ処理っていうのはできないわけです。なんでできないかって言ったら、知識ゼロの人がいない、経験ゼロの人がいない、記憶ゼロの人がいないからですよね。だからやっぱり知識はゼロじゃないし、経験はゼロじゃないし、記憶がゼロじゃないから、100% 純粋なボトムアップ処理っていうのはできないわけですけど、でもできるだけその例えば初めて見たとかね、初めて行った場所とか初めて触ったものとかっていうのは、まあボトムアップ処理の方が優位になりがちということです。でボトムアップ処理っていうのは、まあ純粋に長さ、長い短い、角度ですね、高いところから低いところから、もしくは右から左、左から右っていう角度、もしくは大きさなどから、あ、これはこういうものだっていうふうに情報処理すると、はあのものを見ようとする、そういう方法ですね。でこれは物に対してできるだけ正確に見ようとする、パソコンとかカメラとかスマートフォンとかですね、冷蔵庫、電子レンジっていうのはできればそのボトムアップ処理っていうのをすることによって、物に対してですね、できるだけ正確なその物の状態っていうのを把握しようとするわけですね。こういったのはまあボトムアップ処理ということで、まあ、ボトムアップ処理の強いところっていうのは、できるだけ正確にね、できるだけそのカメラに近い状態で、情報を処理しようというふうな動きになります。でこれが役に立つのはね、やっぱり本当に物を探しているときですよね。物を探しているときはやっぱボトムアップ処理、あんまり知識とか経験とか記憶っていうのを挟まない方が、できるだけ正確に見ることができるということが言えます。まあ、例えばどんな人でもね、1回は経験があると思うんですけど、家を出かけようと思ったときに鍵が見つからないといったときに、知識、経験、記憶というのを挟んでしまうと、いつも自分はこの辺に鍵を置いてるはずだっていう思い込みが、実際は鍵を見えなくするわけですよね。もし本当にそこになくて、いや必ずここにね置いてたはずなんだけどって言って、その周辺だけ探すと見つからないっていうことがあるわけです。ところがボトムアップ処理をしてね、いやもうこれはね、今過去の知識、経験、記憶っていうのを全く挟まないで、部屋の隅から隅をなんか掃除機をかけるみたいに、こう直線的にこうぐーっとね、掃除機ってこう端から端に綺麗にまっすぐこうかけていきますよね。あんな感じでこう目を動かしながらね、もうその知識、経験、記憶を挟まないで、部屋を隅から隅々までこう掃除機をかけるようにこう目線を動かしてみようと思うと、結構簡単に見つかったりするわけですよね。そういったのがまあボトムアップ処理の強いところということになります。で、まあ、流れとしては、まあ、情報があって、それを何らかのイメージですよね。あ、これはパソコンだ、これはスマートフォンだ、これは冷蔵庫だ、洗濯機だっていうイメージを捉えて、そしてその特徴ですよね。大きい、小さい、長い、短いですね。そういった特徴を捉えて、そして比較。大きいとか小さいとかね、長いとか短いって全部何かと比べてですよね。絶対的に大きいとか絶対的に小さいっていうのはないわけです。何かに比べて大きい、何かに比べて小さいということなので、まあ、比較をし、そして、あ、これはこういうものだと。いうふうに認知して、そしてもう自分の中でまあ決定するという流れを、まあ無意識に日頃やっているということです。はい、それに対してトップダウン処理なんですけれども、知識や経験をもとに見る情報処理ということですね。全体の中から部分を推測するということで、さっきと逆ですね。さっきは物に対して、物をできるだけ正確に見る場合はボトムアップ処理っていうのは強かったわけですけど、目に見えないものですね、例えば概念ね、円とか三角形とかっていう、ね、まとまりのある意味ですよね。そういったものっていうのを見る情報処理でもあるということですね。だからこの私たちの自然界の中に綺麗な円っていうのは実際はないわけですよね。ほとんど存在、自然物の中に円とか三角形とか四角形とか、そういう概念は本当のその円ですよね。深円ですよ。全く歪みがない円っていうのは実際自然の中にはないわけです。でも円っていう言葉を言った時にみんなが思い浮かべるのはコンパスで綺麗に描いた円ですよね。っていうのを思い浮かべるのはなぜかって言ったら、それは概念っていう形で情報処理してるからですよね。円とはこういうものであるっていう概念として情報処理して記憶に入ってるからです。
だから少々歪んでても円っていうふうに、まあ、認識できるわけですよね。少々歪んでても三角形、少々歪んでても四角形と、なんとなく四角形とかっていうのは全部こう、まあ、円とか三角形とか四角形とかっていう概念として情報が記憶に処理されているからではなわけです。そういったものをやるっていうのはこのトップダウン処理なんですよね。まあ、例えば文の中から単語の意味を把握するということですよね。単語っていうのもいろんな意味を持ってて、どんな風に、まあ、その単語がも意味があるかっていうことなわけですけど、でもそれは文の中からね、あ、この文だったらこの単語はこういう意味になるなというようなことっていうのはこのトップダウン処理ですよね。もっと大きなところで言えば作品から文章を把握する。この作品もしくはこの著者、この作品であればこの文章はこういう意味だろうと、でこの文章だったらこういう意味の文だろうと、でこの文だったらこういう意味の単語だろうというふうに、こう大きい森の状態からだん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 細かい木を推測して把握していこうとする動きですね。これはトップダウン処理といって、まあ、これは工事の認知能力ですよね。これはコンピューターにはできない、人間にしかできない工事の認知能力ということになります。まあ、推測を挟むということですね。で経験や記憶の中から一度見えるようになると見えない状態に戻ることはなく、ずっと見えるようになると。一回円という概念が頭の中で情報処理して記憶されると、もうずっと円っていうものは見ることができるわけですよね。三角形は三角形として、ああ、あれは三角形だな、あれは四角形だなっていうふうに見ることができるわけです。冷蔵庫っていう知識がない人は冷蔵庫を見ることはできないわけですけど、一回冷蔵庫っていう知識が入ってるならば、どこに行ってもね、家電屋さんであればどこに行っても、あ、冷蔵庫があった、冷蔵庫があったって言って、一度見えるとずっと見えるようになるということです。これは目に見えるものの世界だけじゃなくて、目に見えない、ね、概念とかですよね、そういったものも見えるようになるわけですよね。だからやっぱり知識や経験が増えれば増えるだけ見えるものが増えるという、単純にもう見ることができる、認知することができるものが増えるということが言えるわけですね。はい、今回のまとめです。視覚認知とは外界の情報を視覚的に捉える一連の仕組みということです。工事の視覚認知としてはパターン認知がありますと。対象を背景から分離して一つのまとまりとして切り出してみる認知ということですね。人っていうのはそのコンピューターのように正確に認知してるわけじゃなくて、本人なりに何かに焦点を当ててそれをこう認知してるというような感じなんですね。ちょっと話が脱線しますけれども、なんかね、すごいね、世界の中には本当に機械のように正確に一字一句違わずに完全にこうピタッて記憶できるっていう特殊能力を持ってる人がいるんですよね。もうなんか一見見ただけで完全完璧に、ね、本当にパソコンにこう保存っていう風な状態にしたように記憶できる、認知して記憶できる人もいるわけですよ。でもその人たちっていうのは実は脳科学的には特殊能力を持ってるっていう風に見られるんじゃなくて、何か決定的なね、欠陥があるっていう風に見られるんですよね。でそれは何かって言ったら、今回ご紹介しているこのパターン認知能力に実は欠陥があってね、人っていうのは本当はね、自分がこうグッと焦点を当てたそれだけをこう見るっていう力を持ってるわけですけど、その力が欠けてるんですね。で欠けてる分、まあ、脳の中に要するに余裕領域ですよね、があるから、逆に普通の人ができない機械のような正確な記憶っていうのができたりするわけですけど、基本的に脳の容量っていうのは、まあ、どの人も同じっていうふうに考えたら、何かがすごくね、秀でてできてるってことは何かに劣ってるっていうことなんですね。逆に何かが劣ってるということは何かが秀でてるっていうことなわけです。で、機械のように正確に記憶ができないっていうのは劣ってるように見えるんですけど、実はパターン認知としてすごく効率のよくね、本人にとって重要なもの、関心が高いものっていうのをこう切り出して認知するっていう、まあ、強みにもなってるということです。で、目に見えないものを見ようとする働き、これもね、コンピューターにはないですよね。人間だけです。で知識や経験により概念ですよね。実際は実物としては存在しないんだけど、脳の中で円なら円、四角形なら四角形、三角形なら三角形というのを頭で思い浮かべて、その概念そのものを見ることができるようにもなるという、情報処理を私たちは日々当たり前のように無意識にやっているというお話です。はい、第70回は表情認知という予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、何らか役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。
チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。